どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回も波動キャンペーンでアヘヘン投手作りやっていきましょう。デッキこんな感じです。はい、今回はサトリちゃんを彼女枠に連れてきました。こんな編成でやっていきたいと思います。で、今回初期値がまあまあ良くて、世渡り上手を引けています。結構この高校監督評価が辛いなっていうイメージがあったので、まあ世渡り上手ありがたいですね。うん。スカウト評価も上がりやすいし、すごいありがたいなと思います。行きましょう。はい。で、前回、しきちゃんを彼女枠に連れてきたんですけれども、この高校であれば、しきちゃんはね、大丈夫かなという結論になりましたね。というのも、矢部くんのイベントで便称が20稼げるのと、あとは守備に少しオーバーヒートが絡むだけでも、まあ、10、20とプラスになりますので、まあ、そこで便称に関しては稼いでいけばいいかなというところで、であれば、まあ、もっと経験点をくれる彼女であったり、体力回復がある彼女の方がいいかなと思い、今回、サトリちゃんを連れてきました。で、おのずと、阿久津と金徳が被るので、阿久津の枠をクオンに変えたっていう感じなんですけど、まあ、クオンもね、悪くないかなと思うんですよね。はい、イベント経験点いいですし、得意練習率アップ持っていれば、まあ、タックはそんな強くないんですけど、オーバーヒートっていう点では、まあ、もちろんね、変化のすごいのとかが来やすいので、まあ、そこは悪くないかなと思います。はい。で、あとは結構ね、やってるんですけど、最近ここ。あと意識したいのはですね、やっぱ技術ですね。はい。コントロールのオーバーヒート絡んだ練習、1、2回ではちょっと辛いぐらい技術が足りないので、技術稼げるときは、まあ、多少何かの犠牲を払ってでも、技術は稼いでおくべきなのかなと思ってるんですけど、まあその辺は本当にケースバイケースですね。もちろんコントロール5とかいければ、コントロール5のオーバーヒート5人燃えてるやつとかいければもう全然話は変わってきますし、まあその辺はちょっと様子見でいきましょう。さあやっていきましょう。おー、さすがにこれは悟りじゃないな。強化あげよう。今実質友達スタンプ分ぐらいの美味しさがありましたね。ちょっとね、めちゃめちゃ体力を削るキャラクターが多いので、特に前半ですね、何かと辛いんですよね。悟りの評価を追おうとしてるのに、もう体力削られて悟りと一緒に練習できないみたいなのが結構ありますね。ここは逃げ玉取りましょう。打たれ強さ三角は投手討論があれば何も怖くない。うん、リリースカチューン潰しましょう。で、そうだ、最近僕よくやってるんですけど、この重い球直取り、立川からしか伸び骨がもらえない場合に重い球を直取りするっていうのを最近よくやってるんですけど、これどうですか？ぜひぜひ皆さんのご意見ご感想、コメント欄の方に書いていっていただければと思うんですけど、本当どう思いますか？いや、もう本当に素直に良くないでも全然いいですし、いいと思う。でも本当どちらでもというか、ぜひどう思いますかって、いいと思いますか悪いと思いますかっていうね、ただただ尋ねてみたいっていうだけです。はい。理由としてはね、まあ今回対ピンチもそうなんですけど、さすがにコツ多いじゃないですか、立川って。なのであれをね、一人で全部抑えきれるとはとても思えないんですよね。っていうところで、うん、まあ重い球、比較的軽めの重い球を直押さえで抑えるっていうのも悪くないのかなと。まあただね、筋力ポイント辛い場合とかは考えないといけないと思うんですけど、波動のキャンペーン期間中であれば結構筋力ポイントも稼げるので、はい。で、今回結構つきましたね。3人しかつかない時もあるし、ここは本当に謎が全くわからない、解明できない、すごいタックきましたね。はい。で、そして今回緩急はわざとコツ2回つかみに行きたいと思います。場合によってはキレもですね。それくらい、まあ、技術が辛いよっていうお話です。簡単に言えば。で、さっきちょっと軽く流しちゃったんですけど、このセクニに入る瞬間ですね。ここは唯一、オーバーヒートが必ず点灯するということが分かっているので、ここに関しては間違いなく、体力がある状況で突入した方がいいんじゃないかなと思います。あんまり無理して練習するんじゃなくて、体力が必ずあるような状況にして、セクニのここに関しては突入と。ただ、まあ、27とかね。体力削られちゃったらもう仕方ないですけどね、イベントで。はい。で、あとは悟りの告白さえ間に合えば本当悪くないぞ、これ。
なんだすごいな、これは告白間に合わなくても続けていくべき案件になりましたね。ということで、とりあえずじゃあパーム6ぐらいまで上げて、スライダー潰すかどうかは後で決めましょう。はい、まあ葵ちゃんのイベントの進み具合と神高が先にコツをくれるかっていうところで、まあ後で考えればいいですかね。なんだこれ、すごい感じになってきたぞ。2週連続3タックか。まあ、やる気が今1ちょっと落ちちゃってたのは残念ですけど、でも十分強いですよね。ああ、で、オーバーヒートもいい感じで、突き直してくれてるよ。ちょっと前イベント数あるんでね、特に神高入れる場合は。悟りの告白も間に合いにくくなっちゃうな。うわあ、すごい。なんかすごい。すごいよ、なんか。なんだこれ。いいですね。これはもう確実に緩急はコツ2回掴まないと技術が辛くなってくる。これ告白間に合ったら相当いいぞ。ここまでクリスマスに向けて、あとは告白さえ間に合ってくれればっていう感じですね。で、評価ダウンなしの号令がまだ打ってなかった。3週連続で相当美味しいものがあったのか。うん、これは評価という点でもここでいいでしょう。これクオンのコツイベントが発生すれば評価がありがたい。オッケー。よし、やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。好き好き大好き、まだ無理だったですね。あー、これちょ慎重にいこう。盆栽でも全然僕は更新できると思って、まあ今すごいテイク数もかけて撮っているので、これはちょっと慎重かつ 大胆にいきましょう。で、テイク数かけてる中で一つ気がついたのは、矢部くんのイベントを信頼してはいけない。あれ全然発生しない時もあるので、まあ銀賞は自力で稼げる時は稼いでおいた方がいいかなと思います。はい、まあ今はタイミングじゃないもの。うおー、よくなった、よくなった、よしよしよし。こうやって技術稼げるときはもう必ず大切にしておきましょう。価値観のイベントこうなると成功してほしいな。スライダーコツもできるともらえ、できればもらいたいんですよね。今回ここまで相当いいんじゃないかな。ラブパコイ、ラブパコイ。うん、監督ありがとう。で、監督評価がほんといつも辺りんですけど、夜当たり上手ありがたいな。これこの体力量はもうクリスマス前ですし、攻めましょう。どっか、まあここでもいいかな。オーバーヒート7人か。もうちょっと良くなる可能性もあるが、まあこれはいこうかな。経験点にすると150ぐらいあったのか。しかもスタミナ直上がり、まあ1ですけど、まああるので悪くないでしょう。あんまり号令打ちすぎると評価がもちろん辛くなってくるっていうのもあります。はい、いやー、でももうスタミナいいんだな。ただもう打ったってあんまり良くはならないと思うんで、5人しかいないので、まあ行きますか。スタミナを直上げしてから行きましょう。うん、これで筋力精神はかなり稼げましたね。まあ今回強心臓を取るので、精神ポイントにおいてはね、稼いでおいても損はないかなと思います。うわー、ガー、そりゃそうだよな。こんなに良かったらなんかで、そのなんかは起こるよな。チュンチュン来い。あー、でもまあこれで経験点がちょっと渋かったというだけに変わったので、まあ悟りのほんと一番悪いあの代表はうまく免れたよ。まあポジティブ思考でいきましょう。ということで、キレコツまあ抑えるか。さすがにね、逃げ、玉持ち、奪三振の方がありがたいですね。はい、大凶だけど、大凶でここまで伸びるのかっていう経験点を出したい。逆にね。逆に燃えるものがありますよ、これは。大凶でもこんな伸びるんですね、という動画にしていきましょう。
ここで守備練行くのはオーバーヒートも絡んでないんでもったいないんで、ちょっとデートも体力回復量的にはあれですけど、意外と悟りのデート進まないので、すごい体力減ってる時に、なんだろう、せっちゃんであればデートすると思うんですけど、は失敗ですよね。そりゃ悟りであればそこをねあれするんで、はい、まあいい。うおーおおお、脳筋脳だからね、なんかときめくものがあるよ。脳筋脳だからなんかときめくものがあって、今ほんと脳筋脳だな。あとはラブパンもう一回ぐらい絡めたいですね。さあ代表でセクニ終わりに3000点超え、いいでしょう。やっていきましょう。だから大吉ってプラス何点なのか、まあだから3000いくらぐらいまでは見えてるっていう感じかな。うん、これ評価的に葵ちゃんのとこ行けばみんなの評価のリカバリーが美味しいぞ。行きますか、そういう理由で。で、緩急はわざとコツ2回掴みに行きます。お、結構イベント遅いんじゃないか。さあ、いっぱいオッケーオッケー、ついた後に回復して。よし、これ大切だよ。これ大切だよ。号令もかけれるし。うん、いい感じ。悪くない。いや、もうスタミナいいわ。もうスタミナいいわ。さっきも言ったから。経験点の偏りになる、それいくと。これはじゃあここ行くか。まだ溢れない。スライダーは潰すべきですかね、コツ。これはもうポイントが溢れそうなので、カットで潰しますか。うん、一回それは言ってもいいかな。オーバーヒートの人数5人、一回これは行きましょう。まだ葵ちゃんは完走はしないよ。これスライダーコツ今くれると嬉しいんですけどね。こういうタイミング休むですよね。おっと、火はつきますね。燃えて消えて、燃えて消えて、燃えて消えてってなると本当にこの方向はいいんで。さあじゃあここ、あー16、あー微妙だな。今しびれんって言うても本当あるぐらいなんですよね。だから矢部くんのイベントまだ起こってないんで信じきるのは良くないんですけど、まだちょっと早い。号令だ、一回号令だ。よっしゃ、オッケーオッケー。うわっ、単純に経験点で言うとこっちの方がもちろんいいんですよ。かなり違うな。行くか。ただ技術こっち行くとかなり足りなくなる。こっち行くとバランスがほんと良くなる。まあ、今回こっち行って、今後はじゃあ技術を稼ぐように意識していきましょうか。これは難しい選択肢だった今の。全然コントロールでもいい。コントロール行けば経験点が本当に綺麗な感じでバランスが整いましたね今のは。さすがにデートをしないとまずいですね。コントロールでも良かった気がするな。経験点に心躍らされてもダメですからね。うん、経験点だけが全てじゃないっていうのもありますよね。やる気落ちてるし、あげましょうか、やる気。これは渋いな。号令変化に集まればラブパが見えるので OK だよ。
まらない。では、デートにしましょう。うん、ちょっともうカットボールで潰しましょう。そう、このイベントがあるのでって言おうとしたら、先に怒っちゃった。スライダーコツに関してはもう潰しましょう、今回。本当はね、特に盆栽の場合はスライダーコツ取れるといいんですけど。で、今回ちょっとね、インハイをね、攻めていきたいっていうお話、今回のテイクでしましたっけ？配球が本当に最近かなり難しくなってきて、こう、本当コメント欄でもぜひぜひ皆さん配球いいのあれば教えてくださいとお話しさせていただいていたんですけど、その中でこのインハイをおすすめしてくれる人が非常に多くて、で、僕もちょっとインハイ試してみてるんですけど、今のところ本当いい感じなんですよ。なんでちょっと今後インハイ試してみようかなと思ってます。はい。これは行くんで、もうじゃあ変化溢れるから、カットで潰しましょう。すごいなぁ。経験点の出せ方はいいと思いますね、これ。スタミナはもうちょい上げられそうだし、これくらいまで上げよう。やっぱ技術足りてないですね。まあ、さっきのですね、ほんと境目でしたね、あれが。技術が十分にある感じにしたいなら、コントロールタック行くべき、コントロールのね、オーバーヒート行くべきだったし、まあ、でも球速まで含めロマンも、この先のロマンも取っておくなら、球速っていう、難しい場面ではあった。で、やっぱ矢部くんのイベントがまだ起こってないっていうところが怖いですね。あれあんま頼り切っちゃいけないと思うんですよね。怒ってないよね、まだ。という点で言うと、神楽坂の絡む変化タックは技術ボーナスが増えるんで、もちろんありがたい。コツ回収もいいな。ただ今回残念ながらこれは、4月2週。まあいいんですよ。4月2週に来るのは最悪許せるんですけど、コツさん、お願い。コツさん。お願い、コツさん。コツさん来たら最悪許せるんで。許せない。タイピンチがね、コツやはり伸びもまだ来てないし、タイピンチも来てないんで。やっぱクオン、ちょっとコツが揃ってないデッキだと辛いですかね。こうやって考えると。で、まだ超スローボール取ってないので、技術は本当に足りない感じだと思います。これ言っとこう。技術入るし、まあもちろん弾持ち、打たれ強さいらない。投手討論がそろそろ起こる。うん、インハイ今まで1球も打たれてないぞ。いやー、これまた前回と一緒で技術さえ稼げればもうかなりいい感じになりますね。いや、そして監督評価無視でいいっていうのはありがたい。本当に波動何回も僕ミスってるんで、監督評価ミスすごい今までやってるんで。あー、このタイミングで練習できないのもったいないと思ったら、ありがとう、神楽坂。お、なんか渋いね。8人いるのにどこも美味しくないって珍しい。これコントロール、コントロール怖い。そう甘くはないな、人生。人生そう甘くはないな。まあこういうチームメイトの評価上げるイベントもそれなりにこの高校ありますし、やっぱりまあオーバーヒートはどんどん亡霊ね、打って狙っていって代表で4800点、いいと思います。はい。いや、5000点超えも全然夢じゃないし、というか全然現実味を帯びてる。矢部くんイベント起こんないともう何もかもがダメになっちゃうよ。敏捷2って何？あ、キレを掴んだだけか。うん、ここで先発っていう余裕ですね。矢部くんの敏捷イベント大切。あ、打たれ強さ三角のもうここの試合か。まあ、それは仕方ないか。それは仕方ないか。行きましょう。
いやー、だってもう150キロで変化66あるので、もうね、なんかそこのなんだろう、最低限守るべき数値みたいなのを練習試合で到達できてしまっているっていうのは相当すごいことですよね。小平君かわいい、かわいい、パワプロの男の子キャラクターで一番かわいい、間違いない。これはで、今回の波動の強さっていうのもね、練習試合でちょっと何点取ってくれるのか確認しておいてね。うん、ほんと今のところインハイ1球も打たれてないぞ。絶対ね、アップでね、何かしら変わってるのは間違いないんで、これだけボール球振ってくれなくなって、まあスローボールとかもより打たれるようになって、なんか逆に穴があると僕は思ってるんで、攻めすぎたな。さすがにインハイばっか投げすぎた。ちょっとなんか穴を見つけていきたい。ただ僕間違いなくインハイなんてほぼ投げない人だったんですよ。っていうのも、まあもちろんホームランが可能性があるので怖いっていうのと、あとはまあ低めがね、適用されないので基本は僕は低めに投げる人だったので、まあ一つ頭の中で選択肢が増えたっていうのが、それだけで大きいかなと思います。インハイっていう。コントロールまだ良くないからそんな、ランナーいっぱい出すよね。スローボールまだ取れてないですからね、今回。初球インハイ入りなんていうのは多分動画の中でまずやったことがないと思うんですけど、今回打たれるな。さっきまで配球安定してたのに。いやー、こういう良き時に試合に負けるというか、まあ試合に負けてもちろんなくなった動画もいっぱいあるんですけど、試合に負ける時はもちろん自分が打たれるんじゃなくて誰かが勝手に打たれてたっていう感じなんで、頼むよ。これはちょっとみんなが感想みたい。まあもちろんピンチャンとかは挟みますが、不意の事故があるんでね。いやでも代表で4800点波動高校で出ますよって、去年の僕にね、ちょっとね、ぜひタイムマシーンを使って言ってあげたいですよね。ちょっと誰かタイムマシーン作ったらちょっと僕にささやいてください、去年の僕に。波動なんてもう全然1年前はあったので、もちろん。よし、成功。これいっとくか。 27% 怪我んな。よーし、これで 21OK。 これで矢部くんイベント来なくてもなんだかんだは取れる。で、矢部くんイベントが来れば、プラス牽制が取れるっていう感じですかね。今のよく攻めたな。一瞬の判断だったけどよく攻めたな。で、ちょっと待て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 。スバル、フルではない。そう、こいつ、難しいよな。でも、ナイスピッチ、使わなかったら使わないで打ってくるし。スバル、難しい。これ、本当に。ただ、技術足りないな。本塁打厳禁にしたところで。本塁打厳禁にしたところで技術足んないぞ。ああ、ダメだ。もう振ってしまいましたね。ナイスピッチ使っても見逃すときと振るときがあるっていうよくわからないやつ。でもまあ、ナイスピッチ使わなければ逆に勝てないっていうパターンもあるので、もうドクター K の割引で良しとします、今回は。そろそろオーバーヒートが来そうな気がするので休みます。デートあと何回だ。立川はコツが欲しいよ。行くか。デートあと何回だ。あ、危ねえ。打たれ強さ潰し忘れてね。投手討論待ち。おいちゃん、相変わらずすごい体力減らしてくるな。ちょっとこれデートします。はい、デートします。うん、うわー、おーっとっと、あと1あれば。もうこの時点で、牽制バント封じが取れたんですけど、まあまだこれからですね。はい。タイピンチ来てくれー。頼む。タイピンチ来てくれー。ドクタケ。うん、あと2回か。じゃあ今休むでよかったよ。おー、まあ、ここで来るならいっか。次休めばいいよ。
さあ、これはさすがに成功すると思います。66で失敗した試しは今までないかな。まあ一応コツ3からコツ5にはなった、都市討論。まあただ精神ポイントにはそんなには困ってないんで、タイピンツさえくれば。結局伸び、タイピンチとコツが来なければこのデッキ査定は伸びないぞ。もちろん立川失敗もあるし。号令かけて渋ければラブパを狙ってもいいと思います、この場面。うん、これはただまあ矢部くんのイベントが起こるかどうかわからないですし、立川のコツ追いつつ臨床入るっていうのがいいんじゃないですかね。よーし、伸びコツ1回くればもう152まで来てればね、なんとかなります。うん、あとタイピンチだけ、タイピンチだけ本当に。でもこの 30% は攻められない。で、牽制も取れると。よし、矢部くんイベント。あれ本当に今回起こってないですよね。なんか僕が見落としてたり、イベント押し間違えてたりしてないんですよね。タイピンチ来てないけれども。ごめんなさい。矢部くんイベント来てないけれども、しっかりここは、臨床稼ぐことができていますと。はい。どうしよう。で、やっぱここだけはサクッとでやらないと話にならないと思うんで、ここはさすがに遊んでないですけど、サクッとでやります。次以降はちょっと考えます。はい。ここはちょっと話にならないよな、これでやんないと。スタミナもうちょい上げられる気もしますけど、どうしようかな。難しい。難しい。でもいい感じのサクセスであることは間違いないと思う。バント富士取った。ほんと金徳並みの強さあるよな。査定も、ほんとに実能力で、久しぶりに実能力っていう言葉を使った。ほんとに実際のね、どういう活躍をしてくれるかっていう能力的なことを言っても、バント富士だけは絶対投手サクセスにおいて、取らねばならない。言ってくんないんだよな、これを。カットボールの使い方がいまいち未だによくわかりません。普通にストレートみたいに投げればいいのかな。あ、スローボールね。あとハクハク、あぶね。あとはスローボールいきましょう。よしよし。あー、結構強い気もするな今回。さあどうでしょう。ダメだ、今回強い気がするなって言っていつも負けてるわ、冷静に考えると。うん、いいですね、インハイ。一つ、そう、今回ね絶対この話だけはやろうと思ってたんですよ、インハイの話。本当にいろん、そのありがたいことにね、たくさんの視聴者さん、まあ、チャンネル登録者さん、そして、ツイッターのフォロワーさんがいて、本当にたくさんいただいたんですよね。インハイがいいと思うっていう、その、個人的な感覚なんですけど、インハイがすごい最近いいと思いますっていう、コメントを本当にたくさんいただいたんで、これはね、本当に意味あるんだと思う。さすがにこれだけくれば。これ対ピンチ来てくれれば最高。だから対強打者が来る可能性ももちろんある。で、あと、さとりちゃんが一回まだ完走してないですよね。行こう、これは。お願い。タイピンチ来たい、お願い。マジで、立川。タイピンチ、対強。まあ、まあけど、対強出しても普通に嬉しいんで。悲しむものではない。まあ、タイピンチが一番良かったのは間違いないですけど。これ、号令打って、渋ければデート。
市川だったら考えるぞ。うわ、考える。デート最後までは温存しておいて、もうタイピンチ来ないと話にならないですもんね、これ。行きましょう。攻めましょう、男なら。で、これは、ピンチャン操作しましょう。悪条件が揃っているので。よし、オッケー。ただ、これで、最後デートが、しっかり変なのが来なければよしですよね。ピンチャン。ん？これ悪くないぞ、このピッチャー、本当に。このピッチャー悪くないな。あ、マジか。盆栽でここまでできれば、本当文句なしでしょ。これが、センス引けてれば。うん。間違いなく S7 先発ぐらいはいきますね。よしよしよし。やっぱなんだろう。今回だから、あーでも玉持ちのことが来てないか。今回僕が大いに伝えたかったのは、あ、スローボール取ってないか。S7 先発は言い過ぎたかも。センス丸来てても。まあ、こっからのハマり具合によりますね。まあ、とにかく今回僕が伝えたかったのが、本当に僕はガチで、可能性があると思って今波動のキャンペーンやっています。はい、ですね、この間アヘ編の動画出したんですけど、そんなになんだろう、めちゃめちゃ伸びがいいっていう感じでもなくて、みんなあんまやってないのかなと思ったんですよね。例えば何でしょう、黒金強化のキャンペーンの時とかってすごい注目度が高くて、まあみんなねサクセス黒金でやってて、すごい再生数がこうリアルタイムって言って、その日に出して今もうどれくらい再生されてるかっていうのが見れる機能があるんですけど、まあそれで調べた時にも本当にすごい伸びが良かったんですけど、まあ波動に関してはそうでもなかったので、この間動画出してみれば、見た時にあんまりみんなやってないのかなと思ったんですけど、僕はすごいねいいと思うんですよね、改めてやってみてっていうのを伝えてみたかった動画。はい、今思うとあれだぞ、クオンが6月以降に来てればこんな立川をちょこちょこ追うっていう作業も必要なかったんだぞ。もうちょっと伸びてたよ。だから第1打席はスイングアウトで三振に倒れています。第2球投げました。第3球を投げました。ちょっとインハイ1球ナイスピッチ使わず攻めます。 OK、 空振り三振。内角取ってないんだけど、それでもインハイが通用しているような気がしますね。もう点はいらないでしょう。今回自動失点が1点あったので、ちょっとサクッとだと怖かったですね。どっかで遊べればサクッとでやるんですけど、遊ぶタイミングは今のところなかったので、今回はピンちゃんかなっていう感じですね。なのでまあ甲子園行ってからももしかしたらサクッともありえるんですけど、まあミスった。なんでど真ん中投げてる。ピンちゃんかな今回は。第3球を投げました。第4球を。あとスローボール忘れないように。ピンチを連続三振で忍びます。バッターは7番笠原、今日はセカンドゴロと三振。第2球投げた。投球は3球目、オッケー。152キロ直球、空振り三振。パワフル追う展開で迎える8回です。マーリン、ストレート。OK、 点差余裕あるのでインハイ攻めますか。最後インハイ攻めよう。この回の先頭バッターは荻野。となると僕が今全く使ってないのがここですよね。ここは本当全く使ってないな。まあ、この辺とかはね、こんな危ないところに普段投げる必要はないと思うんですけど、四隅はやっぱうまく使っていきたいですもんね。ただ、宇戸みたいなパワーヒ持ってる強打者に対して、ここ投げる勇気ですよね。よし。なんか前半に経験点伸ばして後半にコツ回収やってるっていう感じですかね。まあ球持ち以外は大体来ていると思いますので、悪くないんじゃないかな。うん、ほんと球持ちだけだな。あとは伸びも来たし、今回は球持ち。ただ査定すごい大きいですからね。でここはデート行かざるを得ないと。変なのが来るなよと。まあ満点狙いに行ったような形ですからね。
よかったよかった、満点狙いに行ったような形の時に限って大体失敗するのがサクセスなんで、ちょっと不安がありましたが、よかった。しかもコツ3でここでオーバーヒートがまたうまくくる。まあ、ここということで練習するんで。やったー、技術めっちゃ入る。怪我んな。よしよし、あ、ちょ待って、これはほんといい感じだ、いい感じだ、いい感じだ。これはほんとテンション上がるレベル。今、朝の5時半というか、これ夜から撮り始めて朝の5時半になってるんで、もう、朝とか夜とかいう概念がまたなくなって、やばいこれ。だから体調崩すんだ、こんなことやってるから。いや、でもどうしても日曜日に動画出したかったんですよね、この動画を。ほんと、いいと思うんだっていう伝える動画を。僕は波動高校いいと思うんだっていう動画です。はい。よいしょ。あとはスローボール。ん、そして意外と今ので技術が来たので、スタミナ C とかで止めておいたらよかったんですけど、まあ、152来てるし、スタミナ B、コントロール D、152?155 は無理だと思うんですけど、いけるかな?悪くないぞ、なんか全体的に悪くないぞ、本当に。ちょっと待ってちょっと待って、ピンチャーにしてよかった。もちろん経験点の問題があるんでね。この2点って絶対ランナー1塁のツーランホームラン以外にはありえないので、まあ、もしくはソロホームラン2本っていう可能性もあるのか。まあ、どちらにしろホームラン打たれてるんで、となってくるとインハイにまた投げにくくなってくる。2球目空振り、これで追い込みました。投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。金ちゃんにしてよかった。波動、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という。鉄砲塚とかいうめちゃめちゃいいピッチャーいますもんね、この高校。で、対する9番バッターいくらなんでも、もう確信者。おお、矢部くんでホームラン。なんでピッチャーより打順が後ろなんだよ、9番バッター。煽っていく。9番バッター煽っていく。そして今回はインハイの回にしたい。今日スローボールがないので今回。手こずってますね。オッケー。カットで148。安川、見事なピッチングです。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、矢部君強打者ですね、やっぱり。矢部君はいいバッターですね。2点差は少し怖いものもあるので、もうちょい点取っておこうと思ったらボン出しちゃった。波動、なおもチャンスが続きます。第9球早すぎた。水通りパワー低いからなかなかホームラン打てないんじゃないか。打てた、 OK。 さあもう点は大事。うわー、また1点取られた。よかった、これサクッとやって 100% 負けてた。第2球ここもね、全く釣り玉を振らなくなってるんですよね。故にこの早いカウントでの勝負を今回強いられているわけなんですけれども、うん、インハイいいね。よーし、マリンボールナイス。ギリギリいっぱいで内角を取ったので、また内角が良くなってきてるんじゃないかね。第2球投げました。第3球インコース低め、ストライク。さあ4球目、152キロ直球、空振り三振。3点って多いな。自動失点3点は多いですね。ちょっとさあいよいよ最終回、これはさすがに8回3失点だとちょっと落ちるのかな、経験点。第2球打った、破った、ボールは中継。怖っ。僕たまにやらかすんですよ、ピンチャンでやって最後切り抜いて負けるっていう。まあただ裏の攻撃があるんでと思ってたら本当にやらかす時あるんですよね。で多分昔一本動画に残ってると思うんですけど、パワコーで、パワコーでアバターをデッキに入れていて、8点差あったんですよ。波動高校かな、決勝の波動高校戦で最後9回8点差あって、自分じゃなくてアバタが投げてるっていう場面で、アバタがなんと12、3点ぐらい取られて、でまあ昔そんなに、まあ、今もそんなうまくはないけど、今より全然バッティング下手だったんで全く点が取れずに牙から負けるっていう、
12点ぐらい、本当に何やっても抑えられないっていう、あれ神回だったんで、ね、探してこようかな、この打つの回が多分本当に初期の初期ぐらいだったと思うんですけど、懐かしいな、あの回覚えてる人いるかな。あの回覚えててまだ見てくれてる人がいるなら僕は本当に幸せ者ですね。はい、どうする、これ遊んで、ちょ体力量足んないんじゃないかっていうね。あ、ダメだ、遊んで帝王実業ダメだ、帝王実業強すぎる。じゃあしっかり休めばよかったっていうね。帝王実業は強すぎるわ。ムービングファーストでもいいですね、全然。まあ変化球どうだろう、最後の方全然変化球稼げてないですね、これ。最後の方全然変化球稼げてないな、まずい。折り辺は4にならないとやばいよ、それすら危ない、ギリギリかな。ゴール。葵ちゃんの高校とか来れば今ね、サクッとでやろうかなと思ってたんですけど、帝王実業はちょっと能力的に実力的に怖すぎる。ネクストバッターサークルに控えているのは横須賀。2杯信じましょうか今回は。第3球は、おっと外れた、これはわずかに外れています。カウンター2ボール1ストライクです。打ちました。コテンはやめて、うーん、その浅いフライで突っ込むかね、その浅いフライで突っ込むかね。波動追加点のピンチです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で渋谷、第1打席はレフトフライに倒れています。第3球を投げた、第6球を見逃し三振。バッターは友澤、第1打席はセンターフライに倒れています。まあ、ピンチャンでやってもやっぱり経験点大切にはしていきたいので、第3球をその中ではマックス取りたい。さっきちょっと減っちゃったと思うので、ここは慎重にいきます。カウントは2ボール、内角高め、150キロのカットボール、迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で寺田、最初のバッターは内野ゴロに倒れています。投手で対左のコツ持ってる人って本当に少ないですよね。僕今日実は木村ちゃんを使う動画を木村ちゃんを使う動画を撮りたいと思っていて、対左のコツ持ってる人誰がいるんだろうと思って、鶴谷、あとまあめちゃめちゃコツ持ってるけど鈴本ぐらいしかパッと思いつかなかったんですよね。あと持ってる人いましたっけ。対左持ち今後増えてほしいですね、そう考えると。さすがに怖いんで逆転しましょう。こいつはなんだろう、川日ではない気がする。第3球を投げました、決まったストライク、バッター追い込まれました。打ってみれば分かる。第4球を投げました、ボール、外角高め、カウント2ボール2ストライクです。めっちゃ待ってやばいやばい、こういうことですよ。ピンチャンでやって負けるバカとはこういうことですよ、みたいな。第1打席はサードフライに倒れています。まあ、でもちょっと理由はありまして、さあ次の投球、ほんと真剣にやろう。いつもよりミートパワーは相当低いんですよね。さっきの水鳥の時は完全に集中しなかったけど、ちょっと集中します。でもガン、うわいいボール、そしていいボール、ボールかストライクか分かんなかった。元来パワープロとはこういう試合のハラハラ感を楽しむもんだからな。いやいいよ、逆に9回の裏まで突入するパターン面白いよ。いや、やめろやめろやめろ、さすがにやめよう。じゃあもう点もやれないよ。そして先ほどツーベースを放っている横須賀、第9カットボール見送ってストライク。さすがにやめよう、怖い怖い、9回の裏突入なんていうパターンは。カウント1ボール1ストライク、外れた、ボール、信じますね、インハイ。バッティングカウント、怖い、4球目ストライク、怖いわやっぱり。伸びのあるストレート、変化球、空振り三振、低めの変化球。ちょ待って待って、9回裏突入パターン、あー、しかもピッチャー変わった。ノーアウトランナー2塁という場面で9回の裏突入パターン。いやー、ちょっとハラハラドキドキしますね。第3球を投げた、打った、レフト前進してくる、掴みました。
ちょっとハラハラドキドキしますね。もうこれ1点もやれないですよ、怖いんで。見送ってストライク。第2球直球空振り、これで追い込みました。いいピッチャーだ。投球はこれから3球。アウトコース低め、空振り三振。消防月全くタイミングが合いません。初球だ。よし、 OK。 取ってアウト。怖いな。めっあーパワープロって、あーこれだ、パワープロって。パワープロってこういうゲームだった。試合をハラハラやるゲームだった。低め見送ってストライク。まずは決めてきました。いや、やばい、これパワープロアプリで久しぶりにこんなにハラハラしてる試合で。やばい、この僕の今の心拍数をちょっと数字に出したい。編集でテロップを出したい。最近縦画面にしつつ編集する方法を学んだので、さすがに出さないけど恥ずかしいし、心拍数って今どれくらいのもんなんかもわかんないし。やばい、めっちゃドクドクしてる。いや、パワープロってこういうもんですよ。やっぱり2016の動画とか楽しんでいただけてるのは、その試合がねハラハラして面白いからだと思うんですよ。アプリももうちょっと試合がハラハラしたら面白いのになぁなんて思っていたら、今日は図らずもハラハラさせてしまっている。カウントはワンボールワンストライクです。ないよね。ナイスピッチも使えないし超怖い。あ、使える、ギリギリ使える。 OK。 さあ最終回、お、クリーンナップから。そしてツリアがまだ投げてますね。フォアボール持ちなんで粘ればもちろんフォアボールもあります。このスプリットに騙されちゃいかん、高めの。うわ、ちょっと待ってくれ、マジでマジで待ってくれ、ストレート投げてくれ、頼む頼む頼む。あぶねえ、スライダーじゃないのか。フォアボール持ち、よし、 OKOK。 ただゲッツー気をつけよう。うわ、偏差値持ちかよ、ゲッツー気をつけようって言った時に。よかったー、怖い、今の偏差値持ちって。こんなところで、うわー、ちょっと待って、指が滑らん、緊張して。手汗で指が滑らん、滑らんの。うわー、ちょっと待って、ほんと緊張してる、ほんと緊張してる。いや、いいね、このハラハラ感たまんないよ、パワープロの。パワープロのこのハラハラ感たまんないよ。1点、まず1点。よし、 OKOK。 よし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 、なんか最近ダウンロードした人かよっていう。ちょっと待って待って待って、集中しよう、本当に集中しよう。でもさすがに笑えなくなってくるよ、さすがに。さすがに笑えなくなってくるよ。よーし、いやー楽しいな、このハラハラ感 is パワープロ。いや、ちょっとほんと手が震えた、今の手が震えた。ちょっと集中していこう、もうサクッとでやるから打撃操作することもないけど。まあこれは最後号令かけてね、夢を見ます。はい、うん、夢見れませんでした。まあ行きましょうか。おお、取った、怖かった、ちょっと 10% も。ちょっと変化の経験点が足りないのではないかと思っている。576、あー、ギリ足りるか足りないかぐらい。あー、でも今回そっか、スカウト評価は大丈夫そうだから大丈夫でしょう。行きましょう。さあ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 、これまあロングリリーフ要員にしようかなと思います。先発はちょっとさすがにこの盆栽では更新できそうにないので、中継ぎだとワンチャンス更新の可能性が見えるので、今回スタミナ B のロングリリーフ要員の中継ぎという形で作りたいなと思います。はい、第9打ちました、1、2塁歓迎。最後はサクッとね、いきましょう。これ勝てば変化量足りるんで、多分負けると変化量が足りない気がするんで、意地でも勝ちましょう。勝つとちょうど664になっていい感じになると思います。はい、後半は失速したというかコツを追ったっていう感じですね、今回立川の。うわ、あったー、
なんでこんなに今日自動失点するんだ。ワンアウトランナー二塁という場面で岡村。第2球投げた。第3球を外角低めいっぱい見逃し三振。打順のトップに帰って西谷怖いっす。第9おっ、キャッチャー取れない。水鳥今拾った。頼むよ頼むよ、女房役。ストレート空振り。これで追い込む。それしてもなんで今日あんなにバッティング下手くそだったんだろう。言っても野手サクセス満点当たり前でしょっていうね。もちろん中でやってる中でやっぱそうですよね。だからミートパワーが低いとこれだけ打ちにくいんだよっていう。ピンチャンでやると実は君がうまいわけではなくミートパワーがいつも高いんだよと、まあ、改めてなんか教えられたような感じもしますよね。よし、空振り三振。さあこのピンチで迎えるバッターは海老名。今日の第一打席はスイングアウト。スタンド。よし、オッケー。二塁間への当たり。アウト。スリーアウトチェン。波動。追加点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で曽我。今日はデッドボールとショートゴロ打ちました。よしよしよし。ツーアウトランナー二塁に変わります。先ほどツーベースを放っている。とりあえずよし、12時ぐらいから撮影し始めて、今5時48分。とりあえず1本動画になりそうなのができた。これはもう本当に前半のタックが良かったっていうおかげですね。代表をも苦にしない経験点を出してくれた前半の運のおかげだと思います。よし、で今回はインハイを信じると決めているのでインハイいきましょう。お、いいね。これかな、振ってもファールになりやすいっていうのもインハイもしかしたらあるのかもしれませんね。うわー、2杯信じますか。うわー怖い。対角攻めよう。対角、よし。投球はこれから3球目。次が4球目。危ない球。第5球。よしよしよし、内角をねギリギリ内側を2球続けた後の外は効くでしょう。あれ信じます。今回僕ここ信じます。おお、いいかもしんない。本当に第3球を投げた。外れた。ボール。カウント1ボール2ストライク。あ、見送るのね。外れます。カウントは2ボール2ストライク。待て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 、カウントは3ボール2ストライク。第6球を。よーし、オッケー。三振。甲子園2対1で完投勝利。最後ツーアウト1、3塁、2、3はもうお客さんが喜ぶぐらいのね、いい試合ですね。オッケー。ということで本当にまあこれくらい経験点出してまあコツも球持ち以外は取れているという時にセンスもある引ければ本当に間違いなくまあ僕は更新できると思うので、まあちょっとねもうちょっと続けていきたいなと、うん、波動はちょっといろいろやってみたいなと思います。まあ後半ね、7777気持ちいいな。まあ8000点超えるペースだったんですけど、絶対後半その立川のコツを追うというところで、まあ強心臓を捨てればもうちょっと経験点は伸ばせたと思うんですけど、立川のコツを追ったっていう感じでしたね最後。よし、俺辺取れた。よし、スローボール取れる。うわー、悲しい事実が判明。くー、技術がちょっと足んなかったですね。コントロールを D にするには技術がちょっと足んなかったですね。まあまあまあ仕方ないかな。精神ポイント83余りっていうのも気持ち悪いけど、これでいきましょう。73か。うん、 S6 中継ぎできましたと。まあ金徳がたった4つしか取れてなくて、矢部くんイベントも来なくてね、ちょっと便所を稼いだりと、まあまあまあ、まだまだ伸びしろもあると。もちろん代表という中でね、S6 中継ぎができるので、本当に可能性はあるなと思います。はい。うん。盆栽で、うん、金徳からまず S6 中継ぎできれば、もう本当十分っていう感じですね、僕の中で。いやー、まあということで、波動も結構熱いよっていう動画と、インハイが結構みんながおすすめしてくれるので、使ってみた結果、かなりいい感じですっていうね、今回は動画でございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。
この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということで皆様からのワンクリックは僕の活動の励みとなっておりますので、何卒ね面白かったよっていう方はチャンネル登録グッドボタン押していっていただけると幸いです。はい、ではまた次回のサクセス動画でお会いいたしましょう。ちょっと野手もいろいろやってみます。アディオス。